ったことねえわ。さあ、こっから企画、世界が終わるまでは選手権。スラムダンクの、オープニング、はい、で、うん、多分一番売れてるであろう世界が終わるまではっていうねやつがあるんですよ。あ、ちょっと静かにして。長いわ。怖っ怖っ。圧力すごい。怖いな。涙涙。怖っ。はい、そのオープニングがあるんですけども、はい、このオープニングが一番似合う瞬間ってあると思うね、うん、あ、生きていく中でね。そう、世界が終わるまではっていうこの BGM に合うドラマ、うん、はい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 、今回おのおのに頼んで、おのおのの世界が終わるまではを撮ってきてもらいました。はい、撮ってきました。いや、俺のはいいよ。あ、いい、世界が終わるまでは。俺の方がいいよ。おー、せや。世界終わってんもん、もう俺も。終わらしてきた。そう、せや。ごめん。ただ俺10万かけたからな。何したの？いや、もうそれ楽しみにして。楽しみやなぁ。うん。ええわ。クリス。はい。お、行かさせていただきます。はい。はい、じゃ、ちょっとクリスのやつ見ていくんですけども、はい、なんか言っとくことありますか？まあ、そうですね、うん、まあ、一応ドラマなんで、うん、これにもしタイトルをつけるなら再来再来再来、うん、再び来たですね。早速見ていきましょう。あ、実家やね、これ実家です。うん、でかいな。どこ見てんの。うん、起きたまず水な、うん、ブランディングですね、常温の。ちゃんとしてんな。ドラマなんで。なるほど、ショートドラマなんで。また来るな。うん、嘘やろ。再来でした。再来やな。まるまる顔選手権再来や。そうです。なるほど。うんこ出た顔。一番合うな。ああ。あの階段に気づいてる？ってめっちゃ臭いスリッパ。やっぱり。俺ちょっと気になったな。やめろよ、言うなよお前。ちょっと見ていい？うん、うっさい。使ってたんまだこれ。くっさいやつ。くっさい言うな。洗ってるわちゃんと。捨てるって言ってたよお前。何やねん。やんねん俺の。よかった、面白かったな、うん、笑っちゃった。何出たとか言おう。なんこれどんなやんな。お前のそのうんこ広げたがるくっさい。このカレンダーとか。いや、なんかそうやな、便秘やったんかな。バーン。正解が、うん、しかもこれね、伏線張らせていただいてる。あれ、うせやん、うせやろ。あって気づいてるんですよ。あれ言ってた、便秘なんですよ。なるほど。はいはいはい、はい、今日出る。あ、今日は今日はいける。しっかり落ち着いて、うん、焦るな焦るな。水飲め。ダン。世界が。なるほどな。やかましいな。しっかり伏線からやらせていただきます。再来です。で、コメントに誰のが良かったとか言ってくれればいいかな。あ、いいね。次、じゃあ僕の世界が終わるまでは、はい、これは、うん、もう男子女子もなんなら、うん、もう共通的な、はい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 、誰もが嬉しい瞬間、全人類やと。はい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 、喜びに満ち溢れた世界が終わるまで。それは共感性高いね。それ高い、うんうん、ちょっと短いんで。あ、あ、そうなん、集中して。はい。うわー、部活疲れたな、腹減った。部活ね。今日晩ご飯なんやろ。8時9時よ、もう腹減った。うん、うん、
家のもうドア前で匂いがする。くなちゃん今日の晩飯なに？カツカレーやで。正解が終わるまで。顔顔よ。いやーいいなー。嬉しいでよ。帰ってカツカレーは嬉しいね。いい顔してるな。見たことね。こんな顔、うん、見たことないな、さすがに。あるやん、あの家の前ぐらいからもうカレーの匂いがプンプンしてる、うん、あるあるよ、うん、あるあるやん。めっちゃ家のカレーってええ匂いやね。ええ匂いよ。でまああれやな、これ中3やな。中3、中3、まあなんか学校にも慣れてきて、うん、もう親とのこの中2やったら親とコミュニケーション取りにくいけど、はいはいはい、もう中3になって、うん、この親とコミュニケーション取れるようになってきて、うん、この満面の笑み、はい、うん、あいいな。しかも母ちゃんっていうあたり田舎やね。ここ、ああええな。田舎ね、だ学校から遠いね、家まで遠いわ。1時間かかんねん、チャリとか。なるほど。いっぱいコンビニあるけど、コンビニあるけど全部頑張って、そう金もないし、うん、あれ買えて、うん、の顔や顔、うん、その顔出るよ。いいなぁ。いいね。今だけはこの顔好きよ。今だけは、ね、続いてはアツヤかな。はい、うん、はい、僕はですね、日々バイトとか編集とかで過ごしていく中で、一人になる時間っていうのがものすごい少ない。夕方から全部一人みたいな、うんうん、月1回ぐらいやんか。そのやな、うん、そのバイト終わりの、まあ、ルーティーンっていうか、うん、特別な日なんで、うん、ちょっともうご褒美というか、なるほど、そういう日やなっていうのはあるな。なんで笑ってるの？頑張ってんねんよ。あ、すいません、うん、すいません、すいません。僕は家でね、飲んどんとしてるんで。あ、そうですよね。そういう気持ちあんま分からないんで、うん、そうやねん、そうやねん。でも一人ってやっぱいいから、うん、まあ、それをちょっと注目して見てください、うん、いい。もうこのジャンパー捨てや。いつも着すぎやで。やばいやばい、うん、やばいやばいやばい。してるしてる。俺いつも寒いから家が、あ、布団にそうそうそうくるまって、はいはい、編集ね、うん、すぐさまに、すぐさまに、うん、鏡やな、もう、うん、動画？動画かな？レンダーか。あら、世話しないね。顔がちょっと、あら、鼻の下伸びてきてるな。あらららあれ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 、確定演出入った。入ったな、完全に。確定演出入った。世界が何が、お前らがめっちゃ好きやねん俺。おい、そういうこと、俺らでやってるってこと。おい、俺らめっちゃ好きやねん俺。世界終わってまえよ。いた、熱いな。やっぱ一人じゃないとできひんから。いや、ちゃうやん、うん、もっとええのあるで。おるし、実際に。実際におるときにやったらええやん。やったらあかんわ。気持ち悪い。俺、それそんなん絶対ストーリーにあげられるやん。そこ、そんなんは危ない。あげるか。こいつ俺でしこってるって。カメラ目線されてるの俺。下ネタやめようって言ったらお前よな。何が、下ネタじゃないけどな。お前ら見てティッシュ取っただけやん。おかしいやろ。なんで体勢おかしいやろ。お前この体勢なんだ。背中ちっちゃい。何の尊敬もないな、この背中に。やってるさなんかでかいけどな。でかいな。俺に勝てるものなし。終わったな。じゃあ続いては僕ですね、チャラ、うん、まあ、俺は、うん、なんてやろな、誰もがあるこうピンチ、ピンチ、うん、そこ、そっちで行った、そこにあった、あったね、世界が、うん、ピンチが、ピンチはチャンスやけど、うん、それがどう転ぶのか、
なるほど、楽しみに見てほしい、かっこいい、はい、すごいよ、見ていきましょう。僕は大阪の営業マン、今日は大きな仕事がある。おばあちゃんから買ってもらった40万のスーツ、おばあちゃん見せてよね。頭も完璧に決めて、これはおっきいチャンス掴み取るの間違いなしだ。あれ、お腹痛え、やべ、昨日なんか食べたっけな、いやそんなこと考えてる場合じゃねえ、おっきい営業があるんだ、間に合わねえぞ、これ走るしかねえ。やばい、ちょっと待って、これどこにトイレあった、やべえぞ、なんでこんな時に限ってお腹痛くなるんだよ、ふざけっちゃねえよマジで、やべえやべえ、急がねえと間に合わねえ、こっちだ、建物の中だったら絶対トイレはある、急げ急げ。これやべ、やばいけど絶対に彼女と結婚するんだよ、この仕事を決めて絶対結婚する、うん、ほんで幸せな家庭持って子供を産んで、そう決めてるんだよ、うん、いやいやそれリスクよ、母ちゃん、母ちゃんのこと絶対に幸せな親孝行するって決めてんだよ、海外旅行連れて行く、俺がこのこの決めて、そうで、ばあちゃん見てるか、ばあちゃん天国で見てるかな、じいちゃんと一緒に、うん、絶対に幸せにしたかったけど、天国で見守ってくれよな、うん。やべ、あ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 、世界が終わるまでは。やったな、やったな。出たね、やっちゃったな、うん、やろうな。絶対そうやろ、出たわ、出てもうたわ、あの乗り切られへんかったんや、うん、世界終わってもうた、お前の方か、終わってた、終わってた、綺麗なスライディングやったな、うん、ちょっともう一回、もう一回いいっすか、想像以上に滑ってたわ。あ、来た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 、行くぞ行くぞ、行くぞ、あ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 、世界が終わるまでは、顔するなこれ。はい、ということで、はい、今宵もいろんな顔が見えましたね、はい、じゃあ誰が一番良かったか、はい、これコメントで残してくれたら嬉しいです、お願いします、嬉しいな、でこれ面白いと思ったら、あのまたやってとかつけてくれたら、うん、僕らもまたできるんで、うん、はい、それもよろしくお願いします、はい、TikTok、はい、もいろいろ投稿してるんで、こちらの方もね、いいねとかコメントいっぱいください、はい、じゃあまた明日の動画でお会いしましょう、バイバーイ、はい、どうも、服着たらあつや、飲んでいく、周りも違うし、逆もありやし